こんばんは。ありがとう皆さん。なあいっぱい。これどうやって、あ、ズッキーさんありがとう。ミスターさんありがとう。ホクピグさん、クス玉ありがとう。ズッキーさん、あ、かわいい、いっぱいありがとう。嬉しい。クキオさんありがとう。グッチ様ありがとう。ちょっと待って、これシェアし、なんか配信してますみたいな、シェアしたいけどできる。これをシェア、あ、できそうだ。ちょっと。ドタバタドタバタ帰ってきたんで、なんか今まだあれなんだけども、皆さん見に来てくださった方、見てくださった方ありがとう。髪の毛さ短いのにさ、なんかやっぱさ、ちょっとコンサートだから変えたくて、髪型もうハーフツインとかしちゃったんだけど、短いのにしちゃいました。もうなんかコンサートだしなと思って、なんかさ、ちょっとずっとさ同じ、この前もそうだったの、一昨日のコンサートもずっと下ろしてて、下ろすしかないからあれだったんだけど、今日の昼も普通のヘアだったから、夜はちょっとまあなんかいいかな、結んじゃおうかなと思って結んでしまいましたね。短いのにね、短いのにこんな髪型する人いないよね絶対。国翔さん、あ、タワーありがとう、ありがとう。いやー、愛知の涙泣いてしまう、泣くつもりなかったんですけど、なんかすごい、なんか、なんて言うんだろう、ちょっとほっとというか、なんかもうあの終わった後だったので、それがね、なんかこうふってなっちゃって、多分そう。でもあそこでね、しんみりするわけにもいかないのであ、やばい、着替えないとと思って喋んないとと思って、そう MC しないとと思ってそうすぐ頑張って切り替えたんですけど、そうなんだよね、なんかプレッシャーがもうえげつなさすぎて、夜っていうのも、なんかめちゃめちゃプレッシャーで、なんか昼がね、アキさんだったんですけど、なんか本当にもう、なんて言うんだろう、本当にね、ずっとまあ練習してたんですけど、この日のためにね、ボイトレとかも行ったり、一人で練習したりとか、そうしてはいたんだけど、なんかもう練習すればするほどなんかね、分かんなくなっちゃうというか、どんどん自信を失ってしまったりして、もう出たくないとかすごい思っちゃったんだけど、まあでも、うーん、選んでもらったからにはね、こうありがたいですし、まあ、一生懸命やるのみかなとは思って、まあステージ立ったらもうあとはみんなに届けようっていう、なんか気持ちを届けようって思って、私はやりました。もうだから正直ね、なんかあんま
ちょっと覚えてないかったりするけどところどころなんか記憶が薄れてるとこあるんだけど、なんかうん、秋吉さんと一緒に歌えるのはね本当に光栄なことだし、二人で歌う機会ってなかなかないので、うん、ちょっと本当になんかアカペラとかハモリとかが本当に私初めてで、あんなシーンとしたところでこう歌うのとか、音がない状態で歌うっていうのとかも初めてだったし、こうハモリ、秋吉さんとはハモリするのがしたんですけど、ハモリも私全然ね、なんかなかなかやる機会がないから本当にできなくて、リハの時も練習でできるのに、リハとかなんかいざ歌うってなると本当にできなくて、つられちゃって、なんかもうほんなのもうリハでねちょっと結構やばいというか、うまくいかなくて、なんでどうしようって思って、そう何度練習してもなんかね、な本当に全然うまくいかなくて、そうだから本番直前までめっちゃどうしようってちょっと思ってたんですけど、まあ本当にでも本番はね、なんか本当なんだろう、集中はできたので多分ちゃんとハマれてた気がする、うん、気がするというか、まあ秋吉さんの歌をまあ聴けたんですよね本番では。だからまあそこは良かったかなというか、ちょっと安心しましたね。不協和音になっちゃっててリハの時ね、だからこれ本番で失敗したらどうしようってずっと思ってて、失敗したらどうしようってめっちゃ思ってましたね本番の前に。なんかもうなんかすごい、だからね夜はなんかもうそのことしか頭んなくてずっと最初から結構心配だったけど、もうなんかまあその緊張感とかもでも楽しかったかな。亀さんありがとう、ミシタンさん、あ、ブラボーありがとう、ゼッキさんもありがとう、ありがとうございます、みんなコメント、カズキさんありがとう、なんかね、みんなのこと見えたよ、テンポイントジュニアさんありがとう、ズッキーさんありがとう、クセ様、ズッキーさん、おお、レインボースターがすごい、全層見、テンポイントジュニアさんありがとう、アイディを応援すること嬉しい、誇りたまありがとう。なんかアイディってさ、なんかさ本当にさあれだよねいろんなとこ、いろんな、なんかなんていうの、まあでもさ、いろいろなジャンルでこうステージに立たせていただけることが今回は特にそうだったんだけど、10周年はで多分みんな忙しかったよね私もなんかねすごいね、めちゃめちゃ今回はなんて言うんだろう、一個のことに縛られずにいろいろとなんか経験、一気に経験した気がするあれでしたね、ライブだったかな。愛知見つけた、3階の席の人もあるもん、みんなね見つけたよ、みずちさんありがとう、ありがとう、愛知素晴らしかった、ありがとう。そうなんかまあ本当にアイチって面白いね、いい意味でその知れば知るほど面白いねってこう思ってもらえたら嬉しいね、なんか応援して楽しいって
思ってもらえるのが一番かなってすごい思いました。なんかでもいやーそうだね、なんかでもファンの方を思ってでも歌ったかな一番でもちょっと照れくさいんですけど、なんて言うんだろう、ファンのまあでもみんな見に来てくださった全員に届けたいっていう気持ちもあったんだけど、その中にはやっぱファンの方への気持ちが強かった、見ててねって思って私はまあ階段を上ってステージに立ちましたクロちゃんさんありがとう。ね、近くで近く席近い方もいたけど、結構いたんだけど奥の方まででも見えてたからね、配信でも見てくださってありがとう。思われちゃいました、思ってたよ自分の携帯しようやばい、おもろすぎる、仲良しすぎやん、3つの携帯からヤッホーMJさんありがとう、クス玉天空席ひどかった。でもね、あり結構もう3階席とかもすごい、2、3階席はいっぱい見てたから本当に、うん、そう、銀ちゃんのバイキンマンって見えた見えた見えた、なんか本当にさみんながさ持ってきてたものさ結構見えたよ本当に、村民 T シャツも見えた、着てる人も見えたしさ、いっぱいペンライトも、うちわもねめっちゃ見えたよ、私がこのハーフツインしてるの分かった、よく目があったけど私も見えたよ、嬉しそうな顔柄じゃないって感じだよね、多分柄じゃないっていうのかな、分かった、なんかさハーフツインするとちょっとワンコミがね溢れるよね、そうなんだよね、なんかたぶんカメラとかも回ってたんですよ裏で、結構その私が結構なんかメンタルやばいとこもね撮られてたんで、どこでそれ流れるのかわかんないんだけど、いつか DVD とかなったり動画で流れるのかわかんないんだけど、なんかいつかねそのところが見えるか見れる時が来るか、密着動画があったよ、あのメンバーに、メンバーの密着みたいな、あ、月さんありがとう、あで新公演なんかまあコンサートもそうだけど新公演も発表されて、そうなんです、目撃者公演になりました、やちゃんさんありがとう48、あ48だ、48の日、なんかそうだな、目撃者ってか私ね公演が何の公演があるかっていうのはあんまり把握してなくて疎い部分があってすいませんって、あのメンバーなのに48メンバーなのにね、なんですけど目撃者はそのかっこいい系の曲が多いという情報は知ってるんですよ、なんで私にはちょっともう
私の好みにぴったり当てはまっちゃってるんじゃないかなって思って、いやそうなの、多分ファンの方からしたらなんか盛り上がる曲が多分少ないとか思う方もいらっしゃると思うんだけど、私ねすっごい目撃者っていうか、もうなんて言うんだろう、だからなんか可愛い楽しいっていう曲よりちょっとなんかかっこいい感じの曲でいっぱいしたくて、まあ表現力とかもさなんかすごい練習になるというか、まあ、ずっとずっとあるしね、でもあれも好きだからなんかね、倒れたとこから始まるっていうのもね、私すごいなんかゾクゾクしてきましたけど、なんかまあ難しい公演だと思うのでね、なんかちょっともうそうね、どうなるか分かんないんだけどさ、まだちょっと頑張りたいね、新しいチームなのでもうみんなで頑張りたいって思ってます。ステージないじゃん、最高回ありがとう、ツッキーさん、もいちゃんさんありがとう。そうなのよ、ね、まあちょっと楽しみですね。頑張るよ、葵ちゃんさんありがとう。なんか何から、何から、でもなんかどうでした、逆にみんな、まあちょっと今日はちょっと時間がないからさあれなんだけど、なんか継承コーナーが今日は継承がメインだったんですよね。だからさなんかね、どうだったのかなってちょっと思って、まあ継承コーナーに出させていただけて本当に ありがたかったし、なんかでもまあいよいよこう今日はなんて言うんだろう、ちょっと後輩後輩がこう頑張る姿とかもこう見えてた部分もね多かったと思うんですよね。だからさなんか本当にもっとさやっぱグループとグループの中でもなんかガツガツやっぱいって行きたいなっていう思って、まだまだ後輩なんだけどなんかガツガツっていうかそのやっぱグループを盛り上げたいっていう気持ちがすごいあるんだよね。そうだからなんだろうね、本当に、まあ、本当ファンの方のやっぱ12年目もっていうか、まあ、今後さらにやっぱファンの皆さんの力ってすごい私にとってとっても大事になってくるなって改めてね思って、やっぱこう次世代と呼ばれてる私たち後輩がねもっと頑張らなきゃいけないから、だからこそやっぱファンの皆さんの力っていうのは
すごいパワーになってくるし、私 にとってもすごい、うん、私の中でも大きなものなので、みんなの力は。だから、うん、どうかついてきてほしいっていう、私についてきてほしいし、うん、より一層応援してくれたら嬉しいなって思います。ヤシタンさん回転中なんか本当に一人だったらね、私ダメなんですよできない、ダメなんです、本当に弱い人間なんです。でもみんなのおかげで堂々とできてる部分があると思ってます。ツッキーさん、クニショウさん、回転中です。あ、ありがとう。いや、みんなの熱い応援が本当に本当に本当に、うん、ありがたいし、うん、大事だなって、大切にしないといけないなって思ってるし、私も全力でもう活動に真摯に向き合って全力注いでいきたいって思ってるので、これからもグループのためをね思って行動していきたいし、グループのことを第一に考えて活動したいし、ね、ファンの皆さんに少しでもこう私のパフォーマンスとかね、いろんな場面でこうお返ししていきたいっていうのはあるので、その分みんなも私と同じくらい、私以上になんか、うん、すごいね、応援する気持ちを、まあ持っていてくださったらすごい心強いなというか、なんて言うんだろうな、なんて言うんだろう、もう一緒にさ頑張っていきたいわけです、12年目もね、うん、もっともっと上を目指していきたいって思ってます。うん、で私一人だけじゃね、私だけではね多分叶わないとは思うので、うん、私も自分にできることをこれからも頑張って、そしてやっぱみんなと進んでいきたいなって思ってるので、カメさんファイト、ありがとう。うん、なんて言うんだろうな、あいつがいなきゃダメだよねってこう思ってもらえる存在になりたいし、なんかみんなが納得できるぐらいの立場になりたいというか、みんながっていうか、なんかなんて言うんだろう、ちょっと抽象的っていうのかな、なんて言うんだろう、ざっくりとはしちゃうけど、私のファンの方以外にもなんかさすがだねとか、うん、あの認めてもらえるようにというか、うん、
それはねファンのみんなというよりかはまあ私のね多分活動だったり行動とかでがまあ多分一番だとは思うんですけど、まあ本当にそれの支えになってるのがみんななので、どうかこれからも目を離さずに、うん、ずっとなんか私のことをこう応援してくれてたら嬉しいなって思ってます。ありがとう。なんかまあ本当にさこれだけとかにこうジャンル縛られずにやっぱいろんなところで愛知の姿を見せられるように、なんかその方が楽しいかなってファンの皆さん的にも面白いかなって思うんです。だからいろんなジャンルでね活躍できたら嬉しいし、うん、やっぱそれがグループにとって盛り上げにつながる気がしてるので、うん、頑張りたいね。葵ちゃんさんありがとうございます。ゲントが野球とかのツイートひそかにしてありがとう。そう本当にまあちょっと3日間忙しかったんで、なんかねまださ一昨日のコンサートのことも別にねゆっくり話してるわけじゃないからちょっとあれなんだけど、そうだからちょっとさなんかちょっとバタバタしてる感じでね、そうそうそう、まあちょっとゆっくりは休めそう私。まあでもビスのイベントはねまだだね、とりあえず一応まだなのよ。そうでもなんかゆっくりお話配信もできてないので最近ちょっとしたい。いや3日間でも楽しかったですし、なんかあっという間に終わりました。けどまあなんかそうなんだ、動画とか、あ全部振り向けそう振り向け消すぞ、もう全部消しちゃうぞ、絶対消す。あ喜ばれてありがとう。絶対に消してもう容量を空けます。楽しかったな。なんかでもみんなのツイートだったり、なんか楽しかったけど
めっちゃ必死だったずっと必死だった、ずっとずっと必死で、なんかもう最初から最後までやっぱさ、なんかさ、なんかやっぱ、立ち位置をさこういただいて、コンサートね、コンサートで立ち位置を、自分の立ち位置があって、そういうシングル曲とかのね、そういうところで踊れるって当たり前じゃないから、本当に本当に当たり前じゃなくて、私はいつかあそこで踊るんだってずっと思ってコンサートにいつもね参加してたわけだけど、いざそうやってこう選抜として立たせていただくってなると、もうやっぱりね、見える景色も全然違うし、なんかもう気持ちも全、なんて言うんだろう、あの、なんかこう背負わないといけないというか、みんな誰しもそこで踊りたいわけだから、そこで踊れるの限られてる人しかいないじゃないですか、限られてるわけだから、そのありがたみを感じながらやらないとなっていうのは毎回こう思ってる。まあ幕張から私はこう参加させていただいたんだけど、思ってて、本当に当たり前じゃないんだよね、本当に本当に、これはそう、メンバーの中でも少ないわけだから、そこで踊れる方が、だからやっぱりそうだね、なんかすごい噛みしめながら踊ってはいたんだけど、やっぱその気持ち忘れちゃダメだなって思ってます、ずっとね、これから先もね、まあどこで踊ってようが、こうね、自分のことをみんなが見てるんだってこう思うような思うような、なんかマインドでというか気持ちでいたいなとは思ってるんだけど、そのやっぱりさ、なんていうの、そういう気持ち忘れちゃダメだなって、そこで踊れる嬉しさとありがたさと責任感とか、そういういろんな気持ちをやっぱりね忘れちゃいけないなって改めて思ったな。だからすごい大移動してたからさ、もう足の裏がもうやばくて、もう足の裏がね水ぶくれになっちゃってます。あ、痛いのよ、なんか痛いってずっと思ってたんだけどさ、
もう水ぶくれだ。ああもう水ぶくれになってますわ。もうあれ本当に足の裏が終わっちゃってて、ずっとね、もう昼からなんだけど、もうなんかもうね、ジャンプする時もさめっちゃ痛いし、足の裏がもう歩けないぐらい痛くて、歩くっていうか踏むだけで痛くて、その足首とかじゃないのよ、もう足の裏がもう水ぶくれになっちゃってて、そう、もうすっごい痛いの、これそう、もう今無理なの、もうこれずっと治るまで走れない。やばいよ、痛いよこれ、本当に痛い。ちょっとこれどうしたらいいんだろう、水ぶくれってどうしたらいいんだろう、針刺さなきゃダメですか。いや痛い、本当に痛くてさ、そうなんか硬いのよ靴の下が、靴底が硬いの、ヒールとかもそうなんだけど、でずっと朝から夜まで一日中さ踊ってなんか歩いて走っていっぱいしてるからさ、もう痛くて痛くてどうしようもないんだよこれ、どうしたらいいんだろう、すぐ、あーそっか、そうだね、ちょっとこれ針やらなきゃだ、やだー、本当にやだ、豆じゃない、水です、水が溜まってんの、痛い、痛々しい話してすいませんね、もうちょっと本当にもうボロボロだ、それを乗り越えないと、箱根走れないや、箱根は走らん。箱根は走らんよ。あー、シンタさんありがとう、あーテップンだ、やばい、キドッチさんありがとう、ランキングあります、13位井上幸宏さん、12位テンポイントジュニアさん、11位亀さん、10位白川さん、9位スミスさん、8位ナオさん、7位クロちゃんさん、6位ヤシタンさん、5位フォクピグさん、4位 MJ さん、3位アオイちゃんさん、2位ズッキーさん、1位クニショウさんです。ありがとう、痛いよ、ちょっと一旦ケアして寝る。じゃあね、みんなありがとうございました、ひとまずいっぱい寝てまた明日、ありがとう、じゃあねみんな、感想もまたね、感想大会しましょう、バイバーイ。